若本さん2000年以降にアニメやゲームの仕事がすごい増えてこられて失礼ですが50歳をもう超えられてからのブレイク,、ね、レイクですもんねうん、うん、それはやっぱその呼吸法ご自身でメソッドを作り取り入れたから、うんね、っていうふうに捉えてよろしいんでしょうか、うんうんうん、そうねだから一生懸命やりだして56年経ってからねはっきりと手応えができたね、うん、出てきたねうんそのご自身でどういうふうに思われました やっぱりつまり声優というのは声,声を操ったんなるねあのこう操ってるだけじゃダメだっていうことをねはっきりと認識したんだよねところがもう普通あの声優学校で出てずっとやっててもねそこに至らない認識がねだからいい声出してあのそれらしくね それらしくね、やってればいいんじゃないっていうことでしょうでも、それらしくじゃなくて、それにならなきゃいけないんだよねで。それ、それになるには、自分の根源の、あの、声を探らなきゃいけない。あるいは、その、自分の、その、生きてる脈動っていうかな。こう脈動を感じながらね、その、セリフなり、 何りを喋っていかないとその脈動があるからあ多分そのあ聞いてる人たちはねバッあっこ,この人の声は生きてるなっていうことになると思うんだよね、うん、生きてるか死んでるかの話なんだよね、うん、だ声のいい人はいっぱいいるよ、うん、いっぱいいるでもねあのそれだけじゃあこの声優としてのねなりわいというものをね 完璧に果たすことはできないんだね。